はい、どうもこんにちは、クリードマです。今回も、フォロワーさんから片付け依頼をいただきましたので、片付けをやっていこうと思います。今回片付けしていくグラブはこちらです。はい、こちら SSK の、多分軟式用かな、軟式用のオーダーグラブ、中村拓也選手モデルのグラブになります。はい、でこちらのグラブを今回片付けしていくんですけど、背面にはドットレザーを採用で、閉じ方この音で顎紐ですね、ユロックっていう、すごいね、ドットレザーの、効果なのか分かんないんですけど、すごい軽量、すごく軽いです。今回はね、こちらのグラブを、芋み片付けをしていこうと思います。で、型のご要望なんですけども、親指と中指、薬指の間ぐらいでしっかり閉じる形で、ウェブ下でしっかり掴めるようにしてくださいとのことでしたので、そういう形を作っていきたいと思います。柔らかさとしてはもう試合で使えるぐらいかなり柔らかくしてほしいとのことでしたので、今回は重みで片付けしていこうと思います。このね、ドットレザーは多分あんまりお湯吸わないとのことなので、まあ今回は頑張って揉んでいこうかなと思います。それではよろしくお願いします。はい、それではね、早速入れていきたいと思います。まあ入れる前に、まあ、紐の感覚だとか、まあこういう紐ほどいたりだとかっていう下準備、まあ軽くした準備はしてます。それではね、早速入れていきたいと思います。はい、それでは、揉んでいこうと思います。はい、それでは早速揉んでいこうと思います。
はい、今ね叩いて、揉んで叩いて、こういう感じ、こういう感じかな。ここでしっかりね、こことこの間で、まあ、がっちりエベスタで掴むっていうご要望なので、まあこういう感じで今のところなってます。まあ芋みごまた乾燥して硬くなって、まあそこからまた仕上げっていう形でやっていこうと思います。それではね、乾燥作業に移りたいと思います。はい、ということで片付けが終わりました。完成したグラブがこちらになります。こういう感じ、まあ、ご要望通り、まあ、こことここの間でしっかり掴めるグラブになったんじゃないかと思います。どうですかね、すごいね、グラブ自体軽量で操作性がすごい、まあ、いいんじゃないかなっていう形で、まあ、形もすごい元型綺麗だったのでね、元型がすごいいい型だったので、まあ、そのまま柔らかくしたっていう感じで今回は片付けをしました。でね、やっぱりプロエッジ、まあ、SSK の特徴なんですけども、まあ、ここにねスポンジが入っててフィット感っていうのがすごい、まあ、SSK さんのグラブはいいなっていう印象があります。それね、 U-ROCK も、まあ、搭載されているんですけども、まあ、この芯自体はそんなに硬くなくて柔らかいですね。親指芯、小指芯ともに、まあ、かなり柔らかめの、感じでした。まあ、型的にも、まあ、試合でお使いいただけるぐらい柔らかくということだったんですけど、まあ、ある程度はしっかり閉じますし、まあ、しっかりここの奥でね掴める形になったんじゃないかと思います。でね、革自体の照りもすごく良くて、うん、かっこいいですね、すごい。はい、ということで今回はこんな感じで、SSK の、プロエッジ中村滝也選手モデルの芋み方付けの動画でした。ご依頼いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録と高評価も良ければ合わせてお願いいたします。それではさよなら。